風越山は、木曽山脈の宝剣岳から三ノ沢岳を経て、西に伸びた独標尾根上にある標高1699メートルの山。山体すべてが長野県木曽郡上松町に属し、山頂には二等三角点がある。山頂付近は樹木帯で展望がないが、山頂から南東140メートルほどの位置に展望台があり、木曽駒ヶ岳、宝剣岳、三ノ沢岳などの展望が得られる。宝剣岳から西に一直線に木曽川の支流の滑川が流れており、ちょうど延長上に風越山が位置している。以前は南西斜面でマグサ取りと春に山焼きが行われていたが、木曽馬が少なくなったことにより1970年代に衰退した。東海地方などからの日帰り登山として人気も高い。里山登山愛好者の間では、渚岳、風月山、糸瀬山の三山を木曽三山と呼んでいる。かつては山麓の地域で酪農が営まれており、牧草を刈る斜面として一面の草地であったことから、草原を風が吹き渡る風景が木曽八景の一つ、風越の青蘭として数えられている。昭和40年代の風越山の風景また、木曽山脈西縁断層帯の一部に位置し、過去に西側斜面の山体が崩壊し、ケルンバット群を形成している地質的特徴を持つ。2本の登山道がある。西側の山麓には木曽古道がある。木曽山脈の前衛の山で、木曽川水系の滑川及び萩原沢の支流の源流の山である。ウィキメディアコモンズには、風越山からの眺望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。